はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは。私がうぷ主の京葉線ゆっくり沿線民です。今回は一人称会ゲームをやっていきたいと思います。メンバーを呼びます。はい、呼びました。あれ、私って鉄道実況第7回からじゃ。値人の人数が少なすぎるので入れました。それじゃあ入れ替えますよ。はい、入れ替えました。そういえば前から思ってたんだけど、なんで私のゆっくりは大妖精なの？大妖精って回復技使えるじゃん。まあ確かに使えるね。それに飛べるじゃん。まあ確かに飛べるね。でもスペルカードがこれしかないんだけど、どういうこと？風を操る能力を持ってるから、それで頑張ってね。あ、うん。それじゃあ、悪役人生頑張ってね。あ、言っちゃった。まあいいか。おい、コメスか。お呼びでしょうか、ご主人様。いや、そういうのはいいから。私の能力は大妖精と同じらしいから、その大妖精ってやつ捕まえてきてくれ。あたいがですか？お前以外に誰がいるんだよ。え、例えばヒエ。待て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 。言うな、視聴者様がいるんだから。ネタバレになるから言わないでくれ。了解です。それではあたいは戻りますので。おいちょっと待て、連れてこいよ。了解しました。連れてきました。おう、ご苦労。あ、あたいが何をしたって言うんですか。回復技も使えるとなれば厄介な存在だからねー。悪いけど死んでもらうよ。待てー。待ての字が違うが。あ、しまった。しっかりしてよ。ちょっとお前は黙ろうか。待てー。大ちゃんをさらうなんて、この僕が許さないぞ。いや別に許してもらう必要はないけども。大ちゃんを返せ。別にいいよ。え、なんで？ほらよ。ガチで解放したよこいつ。よし、コメスか、第三用意だ。へ、了解しました。あ、ちょっと待って。行っちゃったか。あの、すみません。どなたですか？警察の者ですが、このような方たちを見かけませんでしたか？この人たちが何かしたんですか？実はですね、よからぬこと。大ちゃん、今何か見えなかった。気のせいよ。気のせい。そうだといいけど。動画のご視聴、ありがとうございました。不安でしかないんだが。